はい、一言どうぞ。ライジングさん、やったるぜ。クソだね、お前。おはようございます。イエーイ。おはようございます。これどこですか？ここは、北の大地、北海道札幌市です。イエーイ、ね、今から、腹ごしらえをして、ライジングサンロックフェスティバルでね、上原ひろみさんのライブを見たいと思います。イエーイ。キャーキャー、死んだかお前、分かったっけか、お前。はい、アンオフィシャルキートーク TV をご覧の皆さん、こんにちは。ライジング1日目。いい、どう、楽しかったですか？楽しかったです。何が楽しかったですか？もうやっぱり いろいろ楽しかったんですけれども、もうやっぱり、ね、うん、矢野さんと上原ひろみさんの、そうだね、ね、ライブがもう、ね、とりあえず凄まじいライブだったっていうのと、うん、その後あのバックヤード、バックルーム、うん、バックルームね、そう、音源をお渡ししたり、キートークという名前の由来を上原さんの曲から拝借したということを伝えたりと、キートーク明日への意気込み、え、何インディー大魔王はちょっと、インディー大魔王はね、今かなりヤバいことになってる、非常に、うん、上原さんめっちゃいい人だったね。めっちゃいい人でした、ね、緊張した、めっちゃヤバい、酔い回ったもん、話したのに。吐いたしょ。吐いた、むしろ。じゃあ明日のライジングさんの意気込み、意気込み、とにかく、見た人、初めて見る人が多いと思うのですが、印象に残るライブを絶対したいと思うぜ。あ、これちょっと押さえとくね。後頭部がね、えらいことに、はい、なってますね。じゃあ出しとけ、ヤギ。モザイクよろしくお願いします。モザイク、はい、本当に出すんだ、はい。これをやると、あの明日のライブもクソもなくなっちゃうんで、はい、あのちょうどいいところでカットしてください。ちょうどいいところで、はい、分かりました。じゃあ社長閉めてください。おい、初めて、あんま面白くないんだけど、 OK、 面白いよ、やっぱり。あのさ、最高なキートークです。最高です。僕の中では、彼が僕の中の最高です。よろしくお願いします。あの、この年代においては、OK。バッ！スパークしすぎ。最後、もう最後となるって、あろう、コウさんとのツアー楽しみたいと思います。しんどけよ、お前。おはようございます。8月11日、ついにこの日が来てしまいました。キートーク、ライジングサン出演日です。イエーイ。おばさん、今日のコンディションの方は？俺はバッチだぜ。バッチですか、うん、すいません、ちょっと、あ、エナジー、昨日飲みすぎちゃって体がだるいです。そんなもんだよ、朝なんだ、はい、頑張ってください。頑張ります。八木さんに意気込みを聞いてみましょう。おはようございます。目が開いてませんよ。はい、多少アルコールを残したライブになるかと思います。まあ、汗流せば多分、それだ、それです。汗流して頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。赤赤コンビ、
今の気持ちは。ドキドキしてます。やっぱりドキドキしてますか。はい。なるほど。クリープハイプさん、すごい盛り上がりでしたね。すごかった。圧巻でしたね。圧巻です。1000人以上集めて、僕らはちょっと30人を目指して、ちょっと2時10分からのアンジェラアキさんが見たいんですけれども、そこはグッとこらえて2時半からデフガレージ頑張ります。僕もさっき生でアンジェラアキさん見てしまいました。え、マジっすか。うん、美人でした。お綺麗でした。いいなぁ。はい、じゃあ頑張ってください。セッティング八木氏、そうか、今日。あ、今、はい、今の気持ちは。な、すげえ楽しみです。そう、ちょっと気合入れてセッティングしようと思います。よし、じゃあ気合のセッティングをちょっと見てください。ありがとうございます。明日札幌でライブですよ。お前、しんどけよお前。皆さん、衣装なんですけど、はい、大丈夫ですかこれ。8月5日、西武ドーム、ももクロのライブのグッズです。これすごいね。もう後ろとか、大丈夫ですかこれ。危ないよかなり。頭といい。頭といい。頭といい。色々危ないよこれ。頭に。うん、すごいなんか熱狂的に危険な人みたいですね。えっ。大丈夫ですか。それでやられるんですか。これでやります。好きにやってください。好きに。宇宙人さん、メンバー、はい、メンバーとしてどうですか。いやあ、どうも。あ、どうもじゃねえだろ。思い切ってきたなーって。思い切ってるよね、まあ、これ。1週間前なんでね、セーブドームが。着ないわけがない。きついね。これなんかここの間広いよね。もうここ多分これがあるからボタンが。ここにチラッとライジングさんって書いてくる。RSR って。わかりづらいわ。一応ちゃんと俺後ろがっつり撮ってもらわないと。もう一回撮りましょうか。じゃあこの危なげな。これこの角度で見えます。見えるね。しっかり見えてますよ。いけますか。いけますね。ライジングさんライジングさん出演が楽しみすぎて気合い入れてきました。ライジングカットです。で行きました。みんなカナコっていうの見るのどっちかっていうと。気合入ってますね。晴れてきてます。晴れてきてますね。これは何かしら、何かいいことがあればいいね。久しぶりに出ました。わしはもう最後のステージになると思うから楽しむとするかな。あと10分で本番です。みんな仕上がってますか。ワックスタイムですね。僕もワックスタイムですか。
後ろやった方がいいじゃん。中に塗るのね。じゃあ俺今からヒサロ行ってきます。最後ヒサロ10分で焼いてくるの。天然ヒサロだ。天然ヒサロ。本読んできていいですか。仕上げてきたね。はい。今日何読む。今日何読むんですか。今日は辞書。辞書。すごいね、究極だね。しおりまでちゃって恐ろしいな。さすが。すげえ恐ろしい。すげえ恐ろしい。いつの間にかまた文学少年に戻ってるっていう。宇宙人どっか行っちゃった。宇宙少年。宇宙少年。格好おしゃれ。格好おしゃれ。合わせ技。オフィシャルのクレジット変えとこ。おしゃれなだけ。すごいな。おしゃれな雰囲気です。ああ、暑い。暑い。暑いな。よし、じゃあみんな、気合入れて頑張ってください。わーい。やったれやったれ。表紙いただきました。表紙いただきました、はい、本当ですか。はい、表紙いただきました。ありがとうございます。すいません。あからさまに。あからさまに。結構集まってきたんじゃないですか、お客様。どうでしょう、結構いると思いますよ。キモグレスヨシャ。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、すごい大盛り上がりでしたね。おかげさまでした、ね、おかげさまで。あんなに人がいるとは思いませんでした。ねえ、よかったね。ビッグアーティストをかぶっていたにもかかわらず。あ、そうだ、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。フルムードっすね。あー、暑い。やりきったかんで。やりきれたんじゃないでしょうか。やばいっす。熱中症。あとは飲んで吐くだけですね。俺みたいな。じゃあ小田さん、テキーラいきますか。いかない。もったいない。社長が育てたばっかりにこんな感じになっちゃいましたね。ひどく。じゃあ、はい、じゃあ飲んで吐いて明日も頑張りましょう。お疲れ様。